パタクセントリバーの海軍テストパイロット学校に所属する T2C バック Y。十分な操縦経験を積んだパイロットに対し、試験飛行要領を教育するために用いられている。パックスリバー海軍航空基地とも呼ばれるパタクセントリバー海軍航空基地は、メリーランド州セントメアリー郡、チェソピーク湾のパタクセント側の河口の近くにあるアメリカの海軍航空基地である。 海軍航空システムコマンド、海軍テストパイロット学校及び大西洋試験場の本部が設置されている。この基地は海軍航空に関連する試験、強化及び装備品等調達の中心地である。1943年4月1日に大規模な土地収容により開設された。この航空基地は第二次世界大戦の勃発に伴い急速に整備され、 冷戦後も発展を続けている。パタクセントリバー海軍航空基地ポトマック川とパタクセント川の河口にあるチェサピーク湾の間にある半島に位置したパタクセントリバー海軍航空基地は6400エーカーの面積を有する。かつて国からプライムファームランドとして指定されていたその土地にはいくつかの巨大な農地とまたフォニー、サスケハナ シダーポイントなどの町や数多くの小作の地、そして数箇所の別荘地が所在していた。シダーポイントの町には、いくつかの教会一つの郵便局及び一軒のガソリンスタンドがあった。現在、この基地に勤務している海軍隊員の住居には、当時の家屋が使われているものもある。1937年、海軍の航空局は、当時、海軍水上戦センター、 ダール・グレンシとトコロ、ノーフォーク海軍基地、ワシントン海軍交渉、ワシントン DC のアナコスティア海軍航空基地、及びフィラデルフィアの海軍航空機製造所で別個に行われていた航空試験プログラムを統合しようとした。そのための拠点として、海岸から離隔しており、空域が空いており、試験のための十分な敷地を有していることから、シダーポイントが選定された。 パタクセントリバー海軍航空基地の海軍航空訓練センターに中期中のアメリカ海軍グラマン TBM-3W アベンジャー格納庫基地の必要製造台と建設の開始アメリカの第二次世界大戦への参戦の兆しが見え始める中新しい航空基地の建設に拍車がかけられた1941年12月22日に 航空局長の少々ジョン・ヘンリー・タワーズが建設開始の承認を求め、1942年1月7日に海軍長官フランク・ノックスがそれを承認し、1942年4月4日に建設工事が開始された。元住民の苦難連邦政府が6412エーカーのその土地を712287ドルで買い取ると元々の住民たちは、 1942年3月1日までの約1ヶ月間で立ち退きを要求された。その価格は2013年のドルに換算すると1エーカーあたり1261ドル足らずであった。にもかかわらず何世代にも渡って一族が住み続けていた土地を売却しなければならないものも多かった。中には300年も昔からそこに住み続けていた一族もあった。 伝統的な農業、カニ漁及び漁業を営んでいる一族もあり、抗議の声が上がった。しかしながら、戦時における緊急性を優先していた政府が、土地収容の手続きを中断することはなかった。鉄道の整備1942年6月、セントメアリーズ軍の交通網が不十分であると考えた海軍は、メリーランド州ブランディワインから、 メリーランド州メカニクスビルまでを結ぶワシントン、ブランディワイン及びポイントルックアウト鉄道を買収し、その整備を行った。さらに、その鉄道をメカニクスビルから航空基地まで南に延長した。アメリカ政府の所有となったその鉄道では、1954年にペンシルバニア鉄道が運行されるまでの間、政府専用の蒸気機関車が運行された。 1965年にペンシルバニア鉄道の運行が終了すると鉄道が廃止され線路跡だけが残された高速道路の延長を新しい航空基地を建設するために必要な25万トンの物資をトラックなどで輸送するため高速道路が延長された建設ブームに湧く町基地建設のピーク時には約7000人の労働者が雇用され周辺一帯は ゴールドラッシュを彷彿とさせるブームタウンになった。1942年10月20日、アメリカ海兵隊が初めて基地に到着し、その警備を開始した。現在の基地においては、通常の地方警察機関としては、海軍 AMA 及び海軍文民警察が、重要な犯罪捜査に関しては NCIS が、入門管理については民間の警備会社が警備を担当している。 基地の建設中は、労働者の住居を供給する必要があったため、そのための兵舎が建設された。その後、労働者及びその家族のため、基地の外にレキシントンパークと呼ばれる住宅地が建設された。その名前は、1942年5月8日に、産後海海戦で失われた、海軍で2番目の空母であったレキシントンにちなんで、名付けられたものであった。町の拡張が始まった。 パタクセントリバー海軍航空基地のアメリカ海軍航空開発飛行隊 VXX バンガードが実施したロッキード PO-1W ワーニングスターの就航式の模様を1948年11月18日新聞記者がパタクセントリバー海軍航空基地の海軍航空試験センターで撮影したボート X-K7 U-1 カットクラスの試作機1943年4月1日、この基地はメリーランド州パタクセントリバー米海軍航空基地に指定された。海軍航空局長の海軍少将ジョニー S ・マッケインシニアは自ら主催した記念式典においてパタクセントリバーは海軍が最も必要としている基地であると述べた。この航空基地は非公式にはシダーポイント、 または、シダーポイント海軍航空基地と飛ばれていたが、綴りが似ているノースカロライナ州のチェリーポイント海兵隊航空基地と間違われることを避けるため、その近傍を流れる川の名前が付けられることになった。1950年代及び1960年代を通じていくつかの施設が建設され、基地は試験の中心地となった。これらの施設には、米海軍テストパイロット学校、 兵器システム試験部、動力装置評価施設などがあった。この基地は V-22 オスプレイの試験施設としても用いられた。1950年代から1970年代にかけてパタクセントリバーは海軍用航空機の試験に加えて VR-1 という輸送飛行隊、v 9 4というタコミュー部隊、エチャロントと呼ばれる大西洋空挺訓練部隊、 VW-11, VW-13&VW-15、並びに VP-8, VP-44, VP-49, VP-24, VP-30 及び VP-68、などの紹介飛行隊の運用部隊の拠点としての、機能も果たした。降着装置を下ろして飛行している、ギリシャ空軍の RF-4 ファントム、 戦闘偵察機。RF-4 は、1960年代に、パタクセントリバー海軍航空基地において、電子戦に関する試験を実施した。イギリスのファントム FGR-2S は、その頃にパタクセントリバーに飛来したことで知られる。1965年、パタクセントリバー海軍基地を基盤とする、偵察飛行隊である VQ-4 は、 タコミューを24時間体制で運用するため、特殊通信機材を装備する C-130 を用い始めた。VB-4 は国家軍事指揮センターと弾道弾、搭載潜水艦隊との長距離の長、低周波数通信中継を可能にした。1967年、2機の A-7、A コルセア2はパタクセントリバー海軍航空基地から、 フランスのエブルーまでの3327イマイルを7時間余りで飛行する大西洋横断飛行を行った。これは、K ジェット戦闘機による無給油飛行の飛行式記録である。また、イギリスと協力関係にあったことから、イギリス空軍飛行隊がバタクセントリバー海軍航空基地まで大西洋を横断して飛来した。マグダネルダグラス BAE の a v 8 B ハリアーの設計スケッチ。この機体の開発及び試験はパタクセントリバー海軍航空基地において行われた。飛行中の F-14 トムキャット。トムキャットの主要な開発及び試験はパタクセントリバー海軍航空基地において実施された。メリーランド州歴ントンパークの上空で試験飛行を行う V-22 オスプレイ1970年代。 パタクセントリバー海軍航空基地での研究、開発は目覚ましく進展した。グラマン海 -14 トムキャット、マクダネルダグラス AV-8B ハリアー2、ジャンプジェット、ロッキード P-3 オライオンなどに代表される航空機開発プログラムにおいて厳しい試験及び評価が行われた。また、1970年代には、 ヘリコプタープログラムも主要なマイルストーンを達成した。ナットックは、総会などの新たな役割を担うヘリコプターの開発、及び試験において、この基地は重要な役割を果たした。ベルアー -1 スーパーコブラの受け入れ試験の最終フライトも、パタクセントリバーのナットックにおいて実施された。百七十六年四月一日、パタクセントリバーに所在する飛行場の名称が、 パイロットの先駆者であり、海軍航空試験センターの元所長であった、海軍中将フレデリック・エム・トラップネルにちなんで指定された。海軍資材局の局長である、海軍中将フレデリック・エイチ・マイケリスは、その基調演説の中で、海軍で飛行するものであれば、誰もがトラップネル中将に仮があると述べた。この飛行場は、その借用書として存在し続けるであろう。 成長令先終結後、国防総省の基地再編、閉鎖方針により、回転翼及び固定翼機の研究、試験施設が廃止となった基地から、パタクセントリバー海軍航空基地へと移設された。複合的機能を有する施設となった、この基地には、現役の隊員、軍属、関係企業の従業員及び軍関係者の家族たちからなる1万7千人以上の人々が、 勤務するようになった映画のロケ地この基地は、また、ハリソン・フォード主演の映画、ランダム・ハーツのロケ地としても使われた。フォードや、監督のシドニー・ポラックが、パタクセントリバー海軍航空基地に滞在し、パイロットの資格を持つフォードは自ら航空機を操縦した。1992年1月、 パタクセントリバー海軍航空基地にナオシディが置かれることとなった。この時点で NTWL はすでに移転を終えていた。ワシントン DC において1991年に創設された海軍航空戦センターの冷化部隊としてのナオシディは兵器の開発及び改善を任務としていた。これら二つの部隊によるパートナーの形成はパタクセントにおける航空機の研究、 開発に反映をもたらした。最先端技術の研究に使用される数多くの新しい実験施設が建設された。MFS、エアクラフトアナコイク、テストファシリティ、エアコンバットエンバイロメントテストエバリュエーション、ファシリティ、エアクラフトテストエバリュエーションファシリティ、キャプテンスティーブ・エイ、ハゼルリィグフライトテストファシリティなどである。また、新たな建物の建設により、 施設はさらに充実した。米国海軍テストパイロット学校の校舎、航空サバイバル、トレーニングセンターのプール施設、新しい航空管制タワーなどである。基地の構成施設も合わせて充実された。2013年には大きな CDC が新たに建設された。2014年9月18日、ハイジフレミング大佐はパタクセントリバー海軍航空基地の 初めての女性司令官となった。今後は無人飛行に関する研究に焦点が向けられようとしている。パタクセントリバー海軍航空基地において試験中の海 -35 戦闘機パタクセントリバー海軍航空博物館に展示されている X-35C。X-35C の試験はパタクセントリバー海軍航空基地において実施された。 軍艦アセススコーピオンの残骸から引き上げられた陶器の欠片を調査する海軍歴史遺産コマンドの系統モランド。アセススコーピオンは米英戦争艦にイギリス軍に露獲されるのを回避するためパタクセント側に自陳させられた。2010年4月22日、50対50で調合されたバイオ燃料を用いた超音速飛行試験を終了した会。 A-18 スーパーホーネットのコックピットに座る海軍パイロットのボーデュアルテ大佐とトムウェーバー中佐。パタクセントリバー海軍航空基地において実施されたこの試験飛行には多くの見物人が集まった。パタクセントリバー海軍航空博物館は基地に隣接しており、一般人も基地を通らずに入場が可能である。2013年5月4日。 パタクセントリバー海軍航空基地において陸上滑走路でのアレスティングワイヤーを用いた着陸を初めて成功させたアメリカ海軍の X-47B カス試作機。このカスは MK-7 に着陸する際に速やかに停止させるためアレスティングワイヤーを用いる。2005年8月3日パタクセントリバーにおいて T-38A タロンのコックピットから 親指を立てて合図する米海軍テストパイロット学校のパイロット隣接する自治体基地はメリーランド州レキシントンパークに隣接している。地方行政及び公共サービスこの町は非法人地域であり公共サービスはセントメアリーズ軍により提供されている。周辺の民間輸送セントメアリーズトランジットにより限定的なパスサービスが提供されている。また、 ワシントン DC への通勤バスがメリーランド州トランジットアドミニストレーションにより運行されている。直近の民間空港はワシントン DC のレイガンナショナル空港とボルチモア近郊のボルチモアワシントン国際空港である。また、セントメアリー軍にはキャプテンウォルターデューク地域空港と呼ばれる民間空港がある。軍関係地域のレクリエーション及び行事関係。 ありがとうございます。